いい。あなたってクールだわ。みんながチヤホヤしてるのに知らん顔だもん。それは君に夢中だからさ。嬉しいな。私あなたのこと信じてるわ。そうかい。やめて。よマット、よだれ拭いて目を塞いでほしいね。あの子はダメだぞ。なんだ、抜け駆けしようってのか。新しいボスの娘だ。新しいボス。ああ、ここを買ったんだ。シャーキーはいつも浜辺と太陽は嫌いだってこぼしてたから。それでどこ行ったの。ハワイ。だから彼女にちょっかい出すなよ。首はごめんだぞ。何言ってんだ、プライドを持て、プライド。そうだ、ボスが何だってんだい。俺は堂々としてりゃいい。ドニー、ちょっといいか。お願い、クビにしないで。シャーキーの言ったことを信じないで。マネージャーを任せた。シャーキーの推薦剤。シャーキーは正直な人でした。神と教会を尊んでね。アーメン。アーメン。結構だ。来てくれ。いろいろと打ち合わせがある。はい。やあ。アーメン。アーメン。あトニー、よかったわね。新しいボスっていい人みたい。彼はトニーに任せよ。僕は娘。マット、女の子と仲良くなれる秘訣を教えちゃおう。形式は抜き、ズバリキスだ。僕のスタイルじゃない。スタイルなんてあったか。じっくり時間をかけたいんだ。その時が来るまで待って。見過ごしてそれっきりとか。いいから見てろよ。みーちゃんいられないね。いや、僕バット・ギャリソン、ああギャット・マリソン、ああマット・ギャリソン。初めまして、ケイティ・ストーンよ。それでお父さんがいるんだって。大抵はいるでしょ。いやそうじゃなくて、なんてバカだ。デートに誘いたいんだけど下手だから。ああいいのよ、わかるわ。断られたら気まずいものを誰だって臆病になるわ。じゃあデートしてくれる。いいえ、悪いけど。よっ、ようトライ。おはよう。ようトライ。ようトニー、親友同士で相談があるんだけど。無駄だね、俺は聞かないよ。ドリームが聞かないって。毎晩シャーキーズに出演だ。聞かないと言ってるだろう。トニー待てよ、俺はスライに賛成だ。わかるよ、なかなか言えないよな。まあな、二人が賛成なら俺だって。よーし、雇っちゃおう。ドリームが歌うシャーキーズで。ここよ。あー、ケイティだ、やった。うちに転校したんだ。これで毎日会える。ありがとう、ティファニー。あー、そして毎日フラレが続くわけだ。何がそんなにおかしいんだよ。僕を見ろ、笑ってないと全然おかしくない。そうか、けど俺の襟首掴んでわめいてる。あの子に惚れて今自分が何やってるのか分かってないな。ああ分かってるよ。このままじゃ歯が何本か欠けることになる。よかったな、おめでとう。ありがとう。ああ、よせっぱりは。マット、ケイティってとってもいい子よ。振られる値打ちあるわ。きっとシャイなのよ。もう一度トライすれば。そうね、やれよ。しっかりな。よし、ダメで元々だ。そうよ、自信と自尊心と尊厳が傷つくだけ。それだけ傷つけば何も残らないだろう。不吉な予感がする。じゃね。おい、あ、マット大丈夫？立ち上がった方がいいみたい。ねえ、怪我はなかった？一緒に映画に行けばよくなるよ。それってデートの誘いのつもり？あ、デート？もちろん違うよ。君を映画に招待してるだけさ。僕や友達と一緒に。そう、それならいいわ。じゃあ後で。やった、7人のグループデート、ロマンチック。ポップコーンありがとう。ピーナッツもね。それにレーズもな。それにソーダも。このチョコも最高。ポップコーン、バターが足りない。買ってこい。
マット何その態度、ケイティの前でいいのかな。ケイティ他に何かいる？ここの売店買い占めたから。いいえ、たくさん。私と映画を見るために6人分も払ってくれたなんて本当感激だわ。君と過ごせるならサーカスだって買い占めるよ。ここ行ったことある？すごく高いビルがいくつも建ててた。ずっと見上げてたら首が痙攣しちゃった。ヤマト、レイのあくび作戦で行きな。バッチリだぞ。うるさい、僕のやり方でやる。ちょっと言ってないよ。黙って食べてよ。ダメ、バターが足りない。ダメよマット。ごめん、つい体が傾いて顔が近づいてて、そのほらここニキビがあるだろ。ああ、いや違うの。あなたのこと好きよマット。でも親しくなれないの。すぐいなくなるから。どこ行ってもそうなの。だってお父さんシャーキーズを買ったんだろ。まだ知らないのね。パパはあそこを買ったけど、シャーキーズは壊して後にマンションを建てるの。シャーキーズを壊すだって？ケイティ、親父さん本当にシャーキーズを壊す気かい？ええ、パパは3つの原理で動いているの。買う、壊す、建てる、その3つ。あなたのパパってもしかして日本人じゃないかしら。俺の仕事がなくなっちゃう。あなたの気持ちわかるな。私も体の一部をなくす気分。みんなマイナス思考だな。僕はプラスに考えちゃうもんね。アシスタントか息子を求めてない？シャーキーズが消えようってんだぞ。うちのパパたちもデートした。僕らも子供の頃から出入りしてる。あのシャーキーズでジョニー・ヒマラヤとウェーブ・ブレイカーズを聴いてた。わお、すごい。ジョニー・ヒマラヤとウェーブ・ブレイカーズ最高だね。どっ何がドッカーンなんだ。未来が見えてきたよ。お前バンドやれ。僕そんなに才能ある？全然。でも女の子にモテるもん。よし、ウェブブレイカーズ次行こう。なあ、分かるだろ。シャーキーズがなかったらドリームも生まれなかった。潰してたまるか。そうだそうだ。どうかしら、パパを止めるのは難しいわ。金を生まなきゃ即潰せがモットーだもの。親父さんの頭に金しかないなら逆手を取ろうぜ。シャーキーズが金を生むところを見せりゃ考え直す。そうだよ。よし行こう。よーし。わーだよ。はい、どうも。生演奏代5ドルね。いい席回せよな。座りたい？じゃあと5ドルね。じゃあ立ってる。じゃあ10ドル。皆さん、シャーキーズにようこそ。どうもおめでとう。ウィニーとテレサの交際5日目の記念日。よし、じゃあ行こうか。ワン、ツー、スリー、フォー。Surf dudes with attitudes, kind of groovy, laid back moves, sky above, sand below. Goodbye.
足もしびれて腕もしびれて髪の毛まで口は元気なようだちょっと耳も疲れてないわよあ、これ見てよジョニー・ヒマラヤとウェーブ・ブレイカーズだ最初の演奏のチャンスをありがとうジョニーのサインだ信じらんない彼らがここで歌ってたのは知ってたけどスタートだったなんて出ましたよ飲食代にテーブルチャージ駐車代総合計はわお5000ドル越したぞやったすごいこれでストン氏も気が変わるさ私が何だってああこれ見てくださいなビジネスのプロからプロへバーガーは金を生みますうんそうですこれで店を潰さなくてもなるほどねそういうことかいいか君らには悪意は持っておらんシャーキーズにもそうだじゃあどうして壊すんですかそうだよ理由は一つだビジネスのためさそんな壊せばいくら儲かるんです7は軽い今夜の稼ぎより2多いだけだ700万だよああお願いお父さん養子にしてすまんな君たち水曜には解体するんだトニーキーを渡してくれ今夜をもってシャーキーズを閉めるはいみんなおはようおはよう昨夜のパパのことごめんなさいケイティなんとかパパをへこませる手はないかな抗議デモに訴訟そうだ暗殺とかそうねある人がガソリンスタンドを文化遺産として残そうとしたわそこでプレスリーが給油したからでどうなったのプレスリーは給油じゃなくトイレに寄っただけだと分かったのジョニーヒマラヤだジョニーならシャーキーズを救ってくれるジョニーはとっくに死んだるサーフィン地の事故でなエレキギターを鳴らしてビッグウェーブに突っ込みビビ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 聞けよジョニーは伝説のロックスターだこの出発点がシャーキーズだったのは写真でわかるよシャーキーズを文化遺産に指定してしまえば誰も手を出せないでもどうやって写真を鍵はストーンさんが持ってるぞああダメよ私鍵は盗めないわ親子だもん避難はできないよな遺産をもらえなくなるもんうんあのな金が全てじゃないのいいんだケイティよくわかるそうよあなたの立場なら誰でも迷っちゃうわ分かってもらえて嬉しいわだけど他の人は、はあ、信じられないよ明日にはブルドーザーがシャーキーズを瓦礫の山に変える何か手はあるはずだ鍵がないんなら方法は一つだだなドアに鍵がかかってないぞいいじゃない壊さなくて済んだんだから罪も軽くなるわあ早いとこ写真をそうよし早く中で音がするいやだ俺刑務所に行きたくない来るわ隠れてああケイティああ見てマットジョニーとウッドペッカーズの写真よウェーブブレーカーズだケイティ何してたんだもう引っ越しばかりはごめんよここに留まるわどうしてパパに言わないの言おうとしたけど聞いてくれないのよ新しいプロジェクトに夢中でだからパパの仕事の足を引っ張ってやったら話を聞いてくれるかと700万ドルを不意にするんだそりゃ聞くに決まってらケイティ本気なのかええ、もう一つ理由があるのあなたが好きだからみんな遠慮してういいよ見て見てキュートな男が大勢やってくるどこかだ引っ越し屋だぞなんでキュートな引っ越し屋よここを壊す前にテーブルなんかを運び出すつもりよここを頼む僕はこれをある人に持ってくよし何があろうとここを死守するんだぞえー、
とにかく全部持っていかれた。でもここを壊すときは俺たちも一緒だぞ。どうかなジェイク、一振りで追い出されちゃいそう。マットが早く戻ってこないと、このままじゃ1分ともたないわ。どこへ行くの？どこ？ああ、駐車場を守ろうかなと。縛りつけられたいか？君たち遊びは終わりだ。出た出た。シャーキーズは壊させないわよ。ケイティ、ここで何してる？友達を助けるの。たかがバーガーレストランだ。よそに行けば済むことだろう。ハートはないんですか？あなたにも思い出の場所があるでしょ？ああ、トルネードダイナーだ。最高のフライを食わせた。夏にはいつも寄ったもんだ。だったらお分かりのはずよ。誰かがそれを壊せばどんなか。壊したよ、私が。今はトルネードゴルフ場になった。無駄話はこれまでだ。始めよう。待ってください。ここを壊すことはできませんよ。外には4台のブルドーザが待っておるんだ。ご紹介します。こちらルビオさん、歴史協会の方です。当ててみようか。プレスリーがトイレを使った。いいえ、プレスリーではなくジョニー・ヒマラヤが。彼はここで発見されたの。このシャーキーズが生んだ最大の有名人よ。だからここを壊すことは許されません。お分かり？分からないね。まあ見てろ。私をなめんじゃないわよストーン。これをよく読んで。一時的な解体中止命令だ。来週正式にここが文化遺産に指定されるまでの。イエーイ。おいでケイティ、話し合わなきゃならんようだ。パパ怒ってる。あ、待ってください。ケイティを叱らないで。あなたを傷つけるつもりは。何を言いたいんだ？ここが好きだからやったんです。もう引っ越しはしたくないと。聞いてください。何度も話そうとしたけど、パパの頭はお金のことばかりで、私のことなんか。お前を愛した。私だって愛してるわ。パパに愛されてることも知ってる。でも一度でいいから普通の暮らしをしたいの。突然言われても。うちへ帰ろう。じっくり話し合おうか。ちょっと待って。ああマット、ありがとう。後で電話する。やったなマット。見直した。どうも。立派だったわよ。お先に。じゃあなだはい、後で。えれよう若いの。ジョニー・ヒマラヤ、よくやってくれた。